皆さんこんばんは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。日本小生を元気にする会ライブ配信始まりました。はい、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、待ちに待ちました。本当にね、美容業界の母と呼んでおります。勝手に僕はお母さんと呼んでおります。今日はもうテルコお母さんと呼ばせていただきたいなと思うんですけども、今日のゲストはですね、本当に僕もね、いろんなことを聞きたくて聞きたくて仕方なかったと。まあね、普段はなかなか聞けないんですけども、今日聞きたいなと思ってて、このね、夢のような対談がですね、実現することができました。はい、いうことでですね、今日は皆さんもね、同じ気持ちだと思いますね。どんどんコメントなどいただいて、いろんな質問聞いてみたいこといっぱいあると思いますのでね、ぜひ一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。まずですね、今日で、僕のタイムラインの方でも、同時配信してるんですけども、たくさんのところで、ね、ちょっと同時配信してますので、ちょっと確認だけ先させていただきます。 YouTube の方でもしてます。それから日本女性を元気にする会のグループでもしてます。で、あとですね、ジェイマンジャパンメイクアップアーティストネットワークというその協会があるんです。そこのグループも、させていただいて、あとはテルコさんのね、テルコお母さんのそちらのタイムラインとか、グループとか、たくさんのところですね、同時配信ということなので、まあ若干ですね、僕本当に緊張します。僕ほとんどね、緊張しないんですよ。例えばね、総理大臣が目の前に来てもね、緊張しません。どんな政治家が来ても緊張しません。だけどね、最近緊張する方っていうのはね、韓国のですね、JY パークのね、プロデューサーかね、テレコ先生かと。それぐらい、まあちょっとやっぱりね、業界のね、すごいやっぱり尊敬する大先生なんで、緊張してるんですけども、今日のこの日本女性を元気にする会というグループの中では、社長とか先生とかってそういう肩書きをなくして、フラットにね、皆さんで交流会を取りましょうということなので、僕自身が緊張してたらドライもなりませんので、今日は楽しんでですね、ぜひ皆さんと一緒に、親子のような対談になると思いますので、皆さんも娘息子というようなつもりで入ってきていただいてですね、どんどんじゃんじゃんお母さんに質問をですね、投げかけてください。なんて言ってもですよ、美容のね、やっぱりお仕事してたら分かると思うんですけど、美容液って聞いたことあるでしょうね。パウダリーファンデーションって聞いたことありますよね。その僕もですね、いろいろ勉強してる時に、それを作った方というね、まあ、本当にね、僕もね、飲食業界20年の後にこの美容業界入りましたんで、全くそういうことは本当に無頓着だったんですけども、まあ、ある程度知らなかったから、逆にこういろいろとね、親しくさせていただくことになったんですけど、すごいんですよ。これ後にずっとこう調べていくと、65年間現役で美容業界で、ね、今も現役でされてると、はい、もうこんな僕の話ええから早く出せと思ってるでしょ皆さん。そうですよね、はい、わかりました。もう早く登場していただきますけど、 ただね皆さん、ちゃんと本当にちゃんと質問してくださいね。今日ね、もう本当に流れないんです。もう流れなくして、もうね、お母さんがね、そのね、肩にはまったね、放送は面白くないじゃないのね、もうとにかくその、質問にね、瞬時に答えていくのが楽しいのよってこう言われたもんですからね、普段やってる配信とは全く感覚が違います。あ、もう早速コメントいただきましたかね。はい、こんばんは。モーサさん、どうもこんばんは。はい、見ていただいてですね、ありがとうございます。福岡から見ていただきました、ありがとうございます。モーサさんもぜひですね、これコメントね、こうやって入れていただいて、絡んでみてください。はい、ということで、さあ、それではもう登場していただきましょう。もうね、美容業界の母でございます。美容家でございます、小林テルコ先生です。よろしくお願いします。こんばんは。もう本当にね、最初からこう噛まずに言えるかなというぐらい、ちょっとまあ感じでしたけど、ちゃんとお話できましたでしょうかね、今日ね。はい、こっちょっと美容歴65年ですもんね。85歳です。85歳。いや、もう今日ちょっと打ち合わせさせてもらったんですけど、このツヤ感がもう、それこそ皆さんどう思いますこれ、ツヤ感大丈夫、出てますか、ツヤ。もうめちゃくちゃです、めちゃくちゃ出てまして、ちょっと待ってくださいね、これ外してみよう。ちょっと外してですね、ちょっとアップにしてみましょう。テイコさん、アップにし、アップにすると、あ、ツヤありますね。ツヤあるね。ツヤを出して登場しました。
やっぱりあれですよね、こういうリモートがすごく増えてきたから、特にこういうところですごく差が出ますよね。ツヤって一番大事でね、でしかもね、簡単に出せるじゃない。今本当に出る前に直前にやってもツルツル、はい、筆でピピピッと塗っただけなんだけども、ツヤが出るとこういうリモートの時にすごく効果があるのよ、ね、もうさ、そう、これそのピピピってピピピって塗ったって、そのそうピピピピあら筆がないわあらららピッあら筆がないわそういうものが あれですね、ちょっと僕、じゃあ僕がいつも使わせて、僕もこれいいなと思って、これですね、プリズメイク、はい、こんな感じのね、これこれをね今本当にピッ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 って感じですこれも早速なんで皆さんね、聞いてる皆さんね、本当にこのテルコお母さんのこの母だ、見てください、85歳、もうこれぞね、実証、これ作られたんですよね、プロデュースですからね。はい、で僕もね、ずっとこれ長年、まあ、多分僕の受講生の方も見てくれてるんであれですけど、これ下地で、まあ、SPF15 もちろんあって、紫外線カットしてて、美容液のような下地で光をまとってツヤっぽくする、もうそれこそ今のマスクをの時代。ああそうね、ファンデーションいらないですもんね、これね。本当、これだけになっちゃった人がいる。ね、実は夕べ夜中の11時までかな、はいはい、のテレビショッピングっていうのに出ていて、はい、でこの、まあ、プリズメイクっていうのはこちらの名前なんだけども、ショップチャンネルで売ってるのはミエルボーテっていう名前で売ってるのね。はいはい、それを1日、たった1日で何個売ったと思う、池端さん。いやいや、テルコさん、そんなこと聞いて、もう、え答えたら1万円あげる、当てたら。はい、皆さん聞いた、24時間で、そのプリズムエッグを何個売ったかってことですね。ましたか。私がまあ、生で4回、はい、全部で7回ぐらいね、登場するんです、24時間の中でね、そういうね、はい、ショップスターバリューという特別の日が年に何回かあるのよ。はい、それに昨日出演して、はい、昨日の夕べのね、夜中11時までかな、はいはい、いたんです、24時間の中で、生で。でね、それで何個売ったかっていうのが、まあ、今質問。はい、最後に1万円あげます。じゃあ分かった、僕は答えたらあかんから、皆さんね、はいはい、今書いて、書き書き、コメント書いて、何個打ったかって書いて、一番近かった人1万くれるって、頑張って書いて、ね、書いて打った数、ヒントください、それヒントってちょっと待って、コメントいっぱい入ってます、ちょっと待ってくださいね。コメントちょっと、まずマーサさんからですね、こんばんはから始まりまして、動画ウォッチパーティーで、シェアありがとうございます、シェアしてくれてるんですね、ありがとうございます。はい、薄くしてびっくりということで、ありがとうございます。あ、どうもどうも、こんばんはでございます。はい、とてもツヤツヤですということで、ね、ちょっとお顔が見えない方もいらっしゃいます、楽しみです、こんばんは、たくさんね、はい、ヨコちゃんありがとうございます。打った数ヒントください。桁が分からない、確かに桁が分からないのって来るよね、まあ本当にね、何十個、何百個、何千個、何万個、何億個、そこまではないね、うん、でもね、うん、割と正確に近い数言ったら1万円あげます、ですって。あ、私も使ってるって、これね、あ、ちょっと待ってください、これグループで、ちょっと一回グループ見ていきますね。リンクを踏んでいただかないとこんな感じになるんですよね。でもまあ、誰がコメントしていただいてるか分かるので、ちょっと見ていきます、ちょっと待ってくださいね、今のうちに考えておいてください、皆さん考えて、もうコメントに書いて、これ書くっていうことはですね、それだけきちっと本当にね、映りますから、ちょっと待ってくださいよ、はい、これで正解して1万円いただけたら、うん、プリズムエッグ3つぐらい、あ、3つもないか、 2つか、2つもらえる、ラッキー、うん、あれちょっと待ってください、あ、ここか、
山田さん、ありがとうございます。山田さん、このね今グループの方でちょっとコメント確認しに行きましたら、山田さん7万個、小田さんは私は3セット、私も使って、あ、3セット使ってるということですね。桁が、あ、こんな感じですね。あ、分かってきました。はい、いうことで、こちらで見たらどうでしょうかね。ちょっとさい、1万2千個のかける、7万8千個かしらと、まあいろいろなんかあののっけからこういうあのクイズ形式の流れになるとは思ってもいろいろ読めませんでしたけど、まあでもあの皆さんね、本当にあの、まあ、初めての方もいらっしゃるか分かりませんし、まあ、僕はねあのこの美容業界入ってまあ20数年ですけど、その3倍、経験をされてるね、テルグさんでございますから、まあ、もちろんこの後いろんなその業界の話、それから取締役になって、会社経営に携わった、それから、幹部としてやって、それ後はあの起業されたと、僕の年から起業されたということなんで、まあ、すごいねいろんな、経験をお持ちなんで、後から聞きたいなと思ってます。あ、5万個、あ、5万個来ました、5万個、なんかのセリ、5万個、3万5000個。と、まあ、こんな感じで、なっております。皆さんね、でもすごいわね。何万個っていう数が出るとは思わなかった。ですよね。でも普通に考えたら1日ですもんね。1日でした。24時間で。ね、それは何百個、何百個ぐらい違うんですか、普通は。ね、例えばデパートのもう超一級の売り場でも、1日にね、何万個なんて売れないじゃない。そうですよね。まあね、テレビの恐ろしさっていうのはね、実はね、はい、非常に近い数字を言ってくれてる人がいるので、はい、したんだけども、ね、5万9902個。すごいでしょ？9902個。で、それともう一つのね、ナイトボーテ、ナイトクリームっていうのも、数を入れるともっとすごいことになるんだけども、はい。すごいでしょ。だから約6万個、6万個も売れたっていうことよ、24時間で。それほどのヒット商品が、あの10年前にバーンとひらめいて作れたの。これ。はい。ね、それ。ヒアオダシっていうのは、本当に今の時代、特にね、こういうオンラインで、ズームとか、いろんな風にやるようになったから、余計必要になったの。なるほど。あの池端さんもそうだと思うけど、メイキャップアーティストってね、あのほらこのデジタルの時代以前にやっていたじゃない。はいはいはい、あのそうでしょ。はい、そうです、そうです、はい、私もそうなの、もうずっとね。だからね、あのツヤを出すっていうことはとってもねテーマだったんですよ、うんうんうん、一瞬のツヤはできるの、撮影の時にね、一瞬ツヤ寝かせる、またはライトでバーンと飛ばすっていうふうなことで、うん、あのモデルさんのお顔をすごく綺麗にね、あの作るっていうことができるんだけども、一般の人はその一瞬ではないじゃない。はいはい、ずっと日中ね乾かさないでいたいと思うし、乾かさないでいることがいかに肌に大事か、もう老けないためには乾かさないってことがものすごく大事なのよ。だから私が考案したのは日中乾かさないでいることなんですね。これね、日中乾かす人がとっても多いの。はあ。ここで透けにくい夜になっていくんですよ。はあ、ちょっともう、あの、はい、来ましたよ。だんだんここからがポイントですよ。85でも、その85歳に来ても、この艶やかさを出す秘訣、乾かさないこと。日中かか、うん。ということは、どんなことですか？他もっと、なんか、洗顔とかいろいろあるんですかね。うん、やっぱりね、自分の素肌そのものを、あの、なんていうのかな、可愛がって大事にして自分肌ができないことをやってあげるっていう考え方ね、これはすごく大事ですよね。お肌がこれだけ汚れちゃった、それからいろんなものをつけちゃった、そこにまた汚れがくっついた、それをもうね自分で肌取って、自分でできることっていっぱいあるからね。でも肌はそれをありがとうって気持ちで、今日一日ありがとうねっていう気持ちで、あの洗顔をする、これが丁寧にやる洗顔、うん、泡立てるもそうだし、クレンジングするも丁寧にやる洗顔、私はねホットタオルをおすすめしてるのね、はい、うん、っていうのは蒸して、で汚れを
肌を開いて中からの汚れももっと出やすいようにして肌を柔らかくして皮膚の表面角質ですね、もう古くなった角質を取り去るっていうことを一日の最後にやってあげるっていうのがお肌に対する感謝だし、でそこからねじわーっと出てくる人もいるし、上から補ってあげた方がいい人もいるじゃない。だからそういう汚れをよく落としてあげる、そして保湿してあげます。でここまではね、肌へ感謝とともにやってあげるべきこと、うんうん、でこれがね毎日の日常の繰り返しになると、うん、とてもいいんです。ただ忙しい時代ってありますよね、はい、30代40代50代ぐらいまでっていうのはものすごく忙しくて、自分のことなんかやってられないよっていうその時間のなさって皆さん経験してるんじゃないかな。はいはい、ね、こんな時こそ賢くね、本当に汚れを取ることと保湿するっていうことを賢く短い時間ででも継続するってことがすごく大事なのね。そうするとね、お肌はいつも新鮮な状態になってるじゃない。古い角質、皮膚はもう新陳代謝してるわけだから、古い角質はゴミになって剥がれていくっていうことをちゃんとやってあげると、次からの新しい細胞もまた生まれてくるっていう、この循環をちゃんとやるっていうことが肌に対する礼儀。うん、ね、肌に対する礼儀、そうですね、いいですね、説得力がありますね。皆さんどうですか。いやですね、コメントもね、はい、こんばんは由美ちゃんということでたくさんね、はい、笠原さん5万でした、はい、5万9千ででえっちゃん、はい、前回のゲストのえっちゃんありがとうございます、お顔も声もツヤツヤですねということでコメントをいただいております。何でも結構です。途中で、また、今日は流れを全く考えておりませんので、何時に終わるか分かりませんという感じですが、こんな機会まあないですから、これ動画に残しますので、皆さんがここで書いたコメントに、瞬時にお答えしていただいた照子さんのお答えがそのまま動画に残ったりするとですね、ご自身に対するすごくプレゼントにもなりますからね、メッセージのプレゼント、元気になりますよ。ぜひぜひコメント質疑応答してください。僕ね、ある程度、この配信をする前にまだまだそのお母さんのことを知らないということももちろんあるんで、ウィキペディアでいろいろ調べたんですね。ウィキペディアでもうね、いろんな本読ませていただきましたけど、なかなか覚えられないぐらいのこのすごい紆余曲折されたこの人生模様がものすごくありましてですね、これ、うん、ぜひ皆さんね、本当に著書をね読んでいただきたいと思います。今回僕も改めてね感謝申し上げますけど、これ帯にねこれね、テルコさんの顔をここに乗っけたことによって、これ僕の本じゃなくなったというぐらい間違ってね、皆さん買われるか分かりません。本当に今読んでいる最中ですけども、説得力すごいある、とってもいい本です。ありがとうございます。スーさん、さすがね、やっぱりほら、女の人が当たり前のようにメイクアップするの当たり前から入っていく書き方ではないのよね、うん、なぜ化粧というのをするんだっていうね、根本的なことから、さすがやっぱりね、男性でね、その化粧品とか美容の業界から入ってきた人じゃない説得力です。もう本当読むべし、説得力。それからね、その美、本当私もそうだしね、ゆうさんもそうなんだけども、人は必ず綺麗なんだって、魅力的なんだっていう前提に立ってるじゃない?ね。なぜか人はコンプレックスを植え付けられて育っているっていうことね。それで自分っていうものの自信をなくしている生き方。これがとっても多いんです。もったいない。すごくもったいない。これをね、ちゃんと言ってくれてるのがこの本。いや、ちょっと待ってくださいね。うん。こんなに褒めていただけた、気持ち良すぎて仕方ないんで、僕も褒め返して10倍返しだ10倍返しだって、いや本当にね、僕はもう大したあれじゃないですけど、これ皆さんね、もちろん読まれたことあるんで、これはしない、あれはするっていう、このちょっとごめんなさい、ちょっとライティングがね、あれで分かりにくいですかね、後でまた出しますんであれですけど、
これが82歳の時に書かれた本です。だからまあ、今日ね美容のもちろんお話もあると思いますし、もちろんひろみさんというね娘さんが僕と同じ年なので、いや本当にそのひろみさんも今ご活躍されてますけども、子育てをしながら厚生化粧品の取締役、まあ日本の、まあね、85歳ということはそれなりにすっごい日本のその経済の流れを全て知り尽くした感じ、人生の流れもそうですけど経済の流れとかいろんなその男女の関係とかあるじゃないですか、価値観とか。でそれをですね、僕今日お話ししてもらいたいなと思ったのが、やっぱり女性で初めて厚生化粧品で取締役になった、美容業界で初めての取締役女性ということで、すごくいろんなそのまああったと思うんですね。やっかみっていうんですか、男の人からのいろんな攻撃とかいろんなことがあったと思うんですけど、それを、まあ、今までこうしてされた、経験とか、まあ、子育てをしてきた中いろんなことを多分皆さん今子育て してる方も多いと思いますんで、ぜひ何かあればヒントなどあれば。私はね、厚生化粧品に入るときに本当になんていうのかな、就職難の時代でした。で就職難の時代で本当に厚生っていう、もうちっちゃな新聞記事でね、厚生が美容指導員っていうのを募集してるっていうことを知りまして、ほんのちっちゃい記事だったんですけども、それがなんかご縁があるっていうことはこういうことなんだなと思うんだけど、大きくなんか大きく見えたんです、その新聞記事が。そして応募して、で書類を出して、で今度面接試験っていうのがあったのね。で王子っていうところね、東京の王子っていうところに本社があったんです。で、そこにね、4階ホールに来てくださいって書いてあったのね、4階ホール。うんうん、で、4階に上がっていくのに階段もずっと、道、広場の方にも人が並んでいたんですが、私はそれをずっと通り越して4階に上がっていったら、それが面接の列だったんです。だからまた4階から降りてきて、で、その時にね、私ね、それまで自分に欲っていうね、もう絶対にここに入るんだとかっていうね、欲って持ってなくてね、もう徹子さんは本当になんで欲がないんだって、もう学校の先生が泣きながら私にね、欲がないって、欲ってなんだろうってずっと分からなかったのが、その時に入りたいっていう欲が湧いたの。これが縁だったんだと思うんですが、2時、3時、4時、5時っていうなんか試験でね、合格したんですよ。たった、まあ、6人、3人募集、3人選ぼうと思ったけど、いいのがいたから6人選んだみたいな感じの時代だったのね。で、そこからね、選んでもらえたっていう気持ち、あんなにいたのに、あんなに、でも立派に見える人がいっぱいいたのに、私を選んでくれたっていうので、私はものすごく感謝して、一生懸命働きました。一生懸命働く、目の前に来たことを一生懸命こなす、一生懸命やるっていうことを続けていく。だから美容部員っていうのを2年間やったんですけども、それは山口県っていうところにね、行って美容部員をやるんですけども、それはね、私がほら、メイキャッパーになりたいと思って、この、学校にも入り、メイキャッパーになるには、やっぱり化粧品会社に行くのがいいかなと思って、厚生に入ってるから、メイキャッパーになりたい私がいるわけですよ。だから与えられる仕事に全部メイキャッパーになりたいって乗っけてやったの。はあ、ね。だからこの前ね、そうだ思い出して、山口県の柳井っていうところにね、三鳩化粧品店って、美しい鳩、三鳩化粧品店っていうのがあって、そこの店主がね、もう今は当然お亡くなりになっていないはずなんですが、そこの店主が私を試して、いろんな視点、まあ視点が2つぐらいあったみたいなんだけど、視点から、人を呼んで、この美容部員、厚生の美容部員がどういうふうにメイクするかって試したことがあったの。そしたら私はメイキャッパーになりたいからいろんな顔を作るじゃない。ね。例えば違うメーカーさんなんかは今、売りたい口紅を塗るとか、はいはい、今キャンペーンやってる顔を作るとかっていうふうにするのに、はい、このペリコさんはどんな人でもいろんな顔を作ると。ね。いうので私を試して、これはいいって言ってお客さんものすごく集めてて、毎月に1回行くごとにたくさん集まっているっていう風な状況を作ってくれた。っていうのが山口県の、まあ、25軒ぐらいの化粧品店を1ヶ月回るのよ。それをね、丸2年間続けたんです。
で、そこで人が綺麗になって喜ぶと物が売れるっていうことが分かったの。私、物を一回も売ったことがないの。本当は美容部員に与えられてる使命というのは、のね、宣伝して売ってこいよという使命なんだけど、私はもうお客さん、お顔貸してください、お顔貸してくださいでやったらね、結果売れちゃったの。だから、あの新人が、あの難しい山口県に行かせたら、売るっていうので、売り方がうまい美容部員だと思われたの、本社に。はあはあはあ、ね、だから、本社に戻って売り方を教えろってことになっちゃった。で、私、売り方一回もやったことないから、どうしようって、もうその日がね、あの、近づくまでにドキドキしながら、私、売ったことないんですと、今更言えないしと思ってね、ものすごい悩んだ末に白状したんです。私に売ったことがないんです。だって売れていたじゃないのってのは、お客さんが結果買っただけなんです。わかるでしょ？はいはい。で、いや、あなた何ができるの？って言って、私メイクアップがうまいと思います。って言って、そしたら美容部長の顔をやれとかね、社長のこうなんだ未来の社長の奥さんになる人をやれとかね、いろんなテーマでね、試されたの。で、私がやったら受付の女の子が結婚したとかね、もうほら、プラスになっていいことになっちゃうわけですよ。はい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 。これはこの人メイクアップがうまいわっていうことになって、あのメイクアップの先生になれたんです、厚生化粧品の中。でその頃は何百人という美容部員だったのね。そのうち私がいる間、在職する間に4000人ぐらいの美容部員になっていった。だから、その間、美容部員のメイクアップの教育とか、販売店さんのメイクアップの教育とかっていうのは私が担当させられたっていうことで、うんうん、それで、あの、本社に行って、まあ、教育をやって、今度は教育から今度マーケティング部門に来いと。っていうのは、厚生化粧品にこんな化粧品がないないないって私は文句ばっかり言ってるわけです。コマ力のあるファンデーションがないとかね、もっとこういうふうに時代が求めているんだとかっていうことばっかり言ってるから、もううるせえな、おめえが来てやれみたいな感じになって、マーケティングに行ったの。で、何すればいいですかって言ったら、おめえ文句ばっかり言ってただろうと。ね、だから何かそういうギフト商品考えろみたいなポジションに行ったの。はあ、それで、キャンペーン、クッキールックっていうキャンペーンをやったりね、ココルックって日焼けのね、日焼けした、もうこんがりした、まあ、ミニスカートを履くような女の子の、こう、少女の、少年のような顔ですね。ああいうのを作るってことをやって、キャンペーンでうまくいったら、商品、ね、何かいい商品作れって言って、何個か商品を作ってヒット、まあ、多少のヒットをした挙句に、美容液。はあ、その発想が出たわけ。これは忙しい人が瞬時に綺麗になる。で、プロがやるメイクアップが瞬時に素人ができる。こういう発想。これでね、もう反対、大反対ですよ、社内の。そういうのを押し切って、で、結果は売れたわけね。結果はその2つの商品ともものすごく難航したんですが、研究所の優秀なね、人たちが、あの、私の味方になってくれる。それから、営業の人たちが、もう、よし、やろうと思ってくれる。美容部員たちが、ものすごく、この商品待ってましたって言ってくれるっていうようなことで、だから、そういう総合力なんです。総合化粧品メーカーにいるってことは、そういうね、総合力が発揮できるんですよ。だから、私一人の力じゃ何にもできないけども、うん、まあ、それを発想する、こういうものが絶対求められているんだっていう信念。これをね、ベースにして私はものすごく嫌な女と思われて、ヒッピーババアと言われて、でお前らはね、あの、限界なんだの男じゃないかって言って、今限界なんだ、限界なんだ、限界なんだって言うから。研究所には限界なんだの男ばっかりいるじゃないかって言って、陰では、あのヒッピーババアがようやく帰ってくれたって言われて。そういうことで生み出したんですよ、ああいう。今でこそ高生はね、いや、これは高生は世界で初なんてね、自慢してるけどね、反対しただろ、おめえらって、みんな知ってないけどね。もうみんないないですよね。だから本当、こういう話は、テレビでは絶対に話できませんもん。
いやまあ本当にそうですね。もう僕もこの業界に入って、まあ、20数年経ちましたけども、最初クレンジングって何かなって言ったかとこからいろいろと、まあ、勉強しながらやってた時に、これが美容液で乳液でとかありましたけど、その美容液っていうものを作った人にまさか会えると思ったことない。でパウダリーファンデーションっていうのもね、やっぱりこれはお仕事で忙しい方の向けに、お化粧直しができるというね、こんなまあ便利なものを作った、まあ、これもまあ小林照子先生の小林光生っていうのと僕同族の親戚かなと思ってたんですよ。だからそんなぐらいの無知な時代でしたから、もうそう思ったら今からね考えたら皆さん本当になんかね美容界の母がいてるからこれ今美容液使えてるんやと思ったりしますね。今ねありがたいなとも思います。でもね、ヒデさんね、はい、思うんだけど、私がものすごく強くね主張してそれを出したじゃない、はい、そしたらもうその翌年からもういろんなメーカーがどんどん出してくれたから世界でヒットしたんですね。と、はあ、いうことは誰もがそこを考えていたんです、うんうん、だから私が後世から出さなくても他から出た可能性はいっぱいあります、うんうん、そこでね本当にみんなが試していたのよ。こういうものがあったら絶対いいと思ってるけども、いろんな会社の事情、大人の事情、業界の事情、これで出せなくていたのが突破口を開いたっていうのが後世なんです。あ、なるほどね。後世はねその頃、今でこそそれこそ資生堂に次ぐ後世っていうふうに言われるようになったけども、あの頃はもう何番目にも入ってない、まあ、大手のメーカーの中の4番目ぐらいに入っているんだけども、その間にはポーラとか訪問販売メーカーなんかもあるから、厳密に言うと7番目ぐらいのメーカーだったんです。だからシェアがすごく低いのに大手のような物言いをするから私は怒っていたの、会社の中で。たったシェアがこれ 4% だったかそのぐらいだったのよ。でそれなのになんでこれが、この画期的なものが後世では出せないっていうんですかって言って、ものすごく、まあ今で思えばよくぞ許してくれたっていうふうに。だってあんな便利なものが出ちゃったら、その頃はクレンジングでしょ、その次何を使えばいいんですか、化粧水ですか、乳液ですかね、クリーム、最後はクリームよねなんて言って6品ぐらいを使ってスキンケアをしたりするのが当たり前だと、その間にパックを入れたりね、うんうん、はいはい、当たり前だと思わされている時代、うん、そうしなきゃ美容ができないんだと思わされている時代にバーンと一個ね、あ、これ使えば何も他いらないわみたいなものを出しちゃったら、これは大手のメーカーが困りますよ ね、 そうですね。そんな時代にやっちゃったわけ。なるほど、やっちゃったわけですね。だから、時代だからよそはどん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 やるから世界で初になったんです。はあ、うん、なるほどね。いやいや、そうです。いや、すごい良かったですね。なんかでもそういう時のね、突破口を開いていただいたおかげということで、僕はこんなこと言ったら怒られます。親父ギャグばっかり言ってましたからね、化粧品業界のことをね、厚生化粧品のことは厚生合わせうるさいなとかね、資生堂資生正せよ堂々ととかね、なんかなりす化粧品、美しくなりすたいとか、なんかそんなことばっかりね、なんかねお客さんと喋ってたことあったんですよ。ほんで親父ギャグ言ってた時に ね、やっぱり厚生化粧品、本当に厚生ってこう言うんだけど、厚生ってこう、僕はその化粧品点でまつげカールとかいろいろお世話になってたから、あ、いろいろメイクの時にそういう指導してたなっていうこと、もうメイクをしてない時にそんなこと思ったことあります。その指導員の方がね、構成合わせて本当に細かにやってたことを思い出してね、まあ今であれば僕が構成合わせうるさく言うてますけどね、本まで書いて偉そうなこと言ってますけど、本当にすいません、親父ギャグを突っ込んでしまいましたけども、そうこうしてるうちに、なんかコメントがいっぱいありましてですね、はい、企画なんでこれちょっと待ってください。どこまで行ったかが分からなくなってしまった。これ、ここ、はい、これは、先ほどお話ししたことをしていただいて、ここからですね、はい、85歳、一般的には口、目、口元、頬、重力で下がります。どのような努力をされていらっしゃるのでしょうかという質問が来ました。はい、うんうん、それいい？それのお答えっていいですか？はい、これは重村雅子さんからですね。はい、雅子さん、はい。下がります。下がります。っていうことは、
なんでしゃがると思いますか？重力があるから引力のせいでしゃがるでしょ？重力をつけない方法は何ですか？顔のむくみをむくませないってこと。手ぐらしってこと。だって、笑いじわができるってことは、頬の肉が厚くなって重いから、ね、下がるでしょ？そこに、笑うからここに溝ができるわけでしょ？だからこれが、笑いじわほうれい線っていうふうになるわけです。ね？それから、口角が下がるでしょ？これは、もう悪口ばっかり言ったり、文句ばっかり言ってると、口が、口角も下がりますね。で、そこにほっぺたの重力があれば余計ガーンと下がるわけ。だから、じゃあ、下がらないために二つの方法があります。一つ、重力をつけないように巡らす。ね。このね、顔にはね、毛細血管がいっぱい来てるから、だからみんな、うわ、恥ずかしい。お酒飲んだ赤くなるっていうふうになるでしょ。ということは、毛細血管がいっぱい来てるってこと。ね。もう一つ、毛細血管がいっぱい来てるっていうのはこの、手、指先、キュッと絞るとここ真っ赤になるでしょ？毛細血管いっぱい来てるわ。ね？顔もそうでしょ？さって恥ずかしくて赤くなるでしょ？でも、だんだん赤くならなくなってくる。年齢。これはなぜか。皮膚が厚くなる。ね？毛細血管が動かなくなる。っていうことは、ここにむくみとか、それから皮膚が厚くなるっていうのを、どうすればいいか巡らすっていうことね。これはクレンジングの時のマッサージの手つきとか、そういうことでここに贅肉とかむくみをつけないっていう、巡らしてドーンとね、静脈、太い静脈に落とし込んでいくっていうことのために、皮膚をきちんとね、流してあげる。これが静脈の方向に沿って流すみたいなことをしなくても、しなくても自然に集まったらば、毛細血管からね、古い、ものが、細胞が、老化したものが集まって、そして太い静脈に流れていって、それはズドンとここから心臓に向かって流れていくっていうね、この巡らすことが大事。ね。それから、人間にだけある表情筋っていう筋肉があるのご存知ですよね。表情筋っていう筋肉は、皮膚にくっついている筋肉なんです。皮膚に、ほんとピタッとくっついている。皮膚の表皮。神秘。その、ちょっと下のところ。まあ、1ミリ、2ミリの話ですけども、そこに、表情筋という薄い筋肉がくっついているのが、表情を司っていますよね。この表情を常に使うことなんです。いい表情を使うことなんです。これ、今、マスクなんかしてるから無表情で過ごしていませんか？マスクの中でも、この口角を上げる筋肉、ここにあるよね。上唇、上唇を上げる筋肉、上唇挙筋。それから、口角を上げる筋肉、口角挙筋って言ってる場合も言わない場合もあるんだけど、挙筋ちゃん。上げる筋肉って書いて挙筋ちゃん。が、ここにいるよ。おーい、挙筋ちゃん、ここにいるのね。ありがとうっていうことです。で、挙筋ちゃんを上げなくていいから意識するの。挙筋ちゃん、ここにいます。います。いますか？皆さん。いますよね。っていうふうにここを意識するだけで、キュッと上がるでしょ？キュッと上がるときにほっぺたにドドーンと、ね、ブヨーンと肉がついてたらその重みで下がるから、上げることによってほうれい線が深くなったりするわよね。だから、その両方をやること。巡らすことと、巨筋ちゃんを意識して鍛えること。巨筋ちゃんを上げるとね、声がはっきり出ます。音がとても良くなりますから、ソプラノ歌手、それから劇団の人、劇団四季の人なんかはここを上げて、いいっていうね、意識をしてセリフを言うの。遠くまで聞こえるから、滑舌が良くなる。ね、だから、この大事な巨筋ちゃんがここにいるよっていうことを意識してから電話に出て、もしもし、テルコですっていうことが大事な。この二つ。はい。はい、ありがとうございます。もうなんかはい雅子さん講義代もらって講義代もらってと違う講義代ちょうだいやいや本当に嬉しいな。1902っていうのに近い人っていなかったの？ええ59902個。
5万9千、5万って言ったのがゆうこちゃん、ゆうこちゃん、はい、5万個、うん、5万9千、5万が一番近いんですね。5万が近い、ゆうこちゃん、はい、あとは7万ですね。7万かとね、多すぎたわね。じゃあ5万って言ったゆうこちゃんに1万円。1万円。あ、これ水野さん、あ、生徒さんも5万って書いてますね。これはどっちが早い？ゆうこちゃんの方を。あ、じゃあ水野くんに曲げましょう。水野くんに曲げましょうって。え？水野くんはうちの卒業生だからあげましょう。ですよね。はい。よかった。え、マジですか？これすごいな。マジですよ。私はもう有言実行だからね。うわあ、ゆうこちゃんラッキー。ゆうこちゃんと水野さんは何らかの形で池端さんね、はい、池端さんのところに住所を教えてください。はい、それから振り込み先教えてください。いやー、こんな流れになるとは、もう本当にすごいな、嬉しいな。私は。にね、よく血管ね、はい、血管とかほら毛細血管も含めてつなげるとどのぐらいになるかっていう質問をしてね、当てたら1万円あげるって言って、本当に1万円あげたことあんのよ。へえ。当たらないけどね。ちょっと待ってくださいね。えつこさんから、えっちゃん、ガッテンガッテン、私も講義代喜んで払いますって来ましたよ。じゃあ何でも質問どうぞどうぞ。あ、ゆみちゃん、あ、水野さん、ありがとうございますということで、はい、僕も初めてつながりましたからね、この間ね、よろしくね、これからもお願いします。すごい、ゆみちゃん、おめでとうございます。いや本当にね、僕もこんな展開になるとは思ってもなかったです。いや、面白いのよね。面白いね、本当に。ですね、あと小沢さんからもね、私もメガネかけてますし、池端さんもてるこ先生もメガネかけていますが、メガネ外して化粧してメガネかけたらなんかんっていう場合、メガネと化粧の関係はどんな風にアドバイスしてますか。確かにな、これ老眼かけやな明暗場合ありますしね。どうでしょうか、てるこさん。確かにそうなの。メガネを選ぶときに眉の形とメガネのフレーム、これがこうなんか共通するようにね、持っていくっていうのを原則にしているんだけども、年を取るとね、だんだんね、なんていうのかな、メガネがこう下がって眉毛が上になっていく。だからこの一体感っていうのがある方がいいんだけどもね、ただ、年を取ってね、感じるのは顔が寂しくなるんです。例えば、以前はまつげももっとあったし、ね、で、マスカラなんかつけるとまつげも主張できたし、それがだん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 ね、タニシみたいにね、縮んでいくんです、縮みみたいに。だから目がしょぼしょぼしょぼって縮んでいくの。そうするとね、メガネが顔のアクセントになるんです。だから私は、老眼になったことを幸いに、50ぐらいからですけどね、50代で少し老眼になったのを幸いに、メガネのおしゃれを楽しむようになりました。で、メガネを想定しながら、ね、メイクをします。その時の眉毛の描き方っていうのを、これは、この美眉メイクのね、池端さんの本を読みながらやるといいんですけども、この眉毛のフレームの、このスタイルに合わせるっていうことを、ある程度原則にしてる。そうするとね、この、ほら、若い時には、メガネと眉毛っていうのは割と一体にして見え隠れするぐらいだったのよ。うんうん、ね。それが老眼になるとなんかこう下に、なんていうのかな、こう文字を見るために下になるじゃない。だから眉毛と離れていくの。でも、そこに曲線の一体感がある方がいい。っていうふうに私は思っています。小沢さん、そんなでいいですか？小沢さん、OK でしょうか？はい。まあ、はい、もう一つ言うとなれば、はいはい、正面から見るだけではなくて、横から見る、この横から見るアクセントっていうのもとても重要です。ね。横からですよね。横から何かアクセントがあるっていうことも重要。
そうですね、たまに僕よく言うんですけど、横向いて皆さん若くなりたいからって言って、ここの眉尻の方向のベクトルをものすごい上上がってるから、こうこの目のカーブとここ完全に鼻かけ離れてる人って言ってますよね。電車の隣に、ね、こう乗ってる奥様を見た時にもうちょっと下げたらいいのって思うパターンをよくあるんですが、やっぱり、はい、そういうことですよね。そういうことフレームね、叩き、これとなじませるってことがすごく大事だから、似合う眉っていうのはメガネのフレームも似合うメガネっていうふうに思ったらいいわね。そうですよね、うん、ありがとうございます。小田さん OK でしょうか。はい、質問してよかったです。アドバイス料喜んでお支払いしますと、雅子さんです。私なんか35歳で老眼でしたですってはい、いうことでございます。他ね、質問あれば何でもお答えに僕もしますよもうなじませます、なじませますということでね、はい、これちょっと待ってください。これ両方いって、うん、えっちゃんかな、え、あっと小沢さんですね、小沢さんですね、はい。今日はね、いろんなところでちょっとライブ配信をしてるんで、ちょっと僕コメントを見に行く間、皆さんコメント書いてください。はい、遠慮なく書いてください。まだ少し時間ありますんでね。まあ僕は本当に今のこの日本女性を元気にする会ということを立ち上げてから、まあ、日本の女性を元気にする、その一つの僕の理想の目標という女性像とした時に、やっぱりまあ美容界の母、まあ、美容界って関係なしで人生の母と僕はもう本当に尊敬をしてるんですけども、この間山口東子さんもこのゲストで出ていただいたんですね。でやっぱりこ のジェイマンの仲間、これジャパンメイクアップアーティストの理事長でいらっしゃいますけども、照子先生もそうなんですけど、なんかこう昔の美容家っていうとなんかきつくね見えてね、私は美容してるのよ、なんかそれが逆になんかこう人柄っぽく、人柄をこうすごく下げてるように見えたんですね。で、僕がこの業界に入ってから、なんかメイクアップの社会性っていうかな、社会的な地位がすごく低く感じてたりする時期があって、そこからずっとこうお付き合いをさせていただいて、多分15年ぐらいになると思うんですけども、どんどんこう女性の進出とともに、メイクアップっていうのがなんか一つのこう なんていうでしょう、職の立場がどんどん上がっているようなね、そういうふうになってきたと思うんです。それはもういろんな流れを見てて、照子さんなんかは65年ずっと見てるんで、どうでしょうね、やっぱりだいぶ変わってきたと思うんですけど、僕自身も。そうですね、メイクアップアーティストっていうのが、まあ、いろんな段階の人がいるわけなんですけども、人様の大切な、一番大切にしているお顔に本当この手で触れていくっていうね、触っていくっていうね、こういう職業ですよね。ですから、その人の皮膚であるとか、お顔立ちであるとか、その人自身に対する尊敬の念とか、その愛情とかね、これがもうそのまま手から伝わっていくような職業なんですね。だから、メイクアップアーティストになると、人のいいところを見つけようっていう目がすごく育っていくんです。そうですよね。はい、ね、はい、そうですね。でもね、私が若い頃に、まあ、メイクアップアーティストという言葉も仕事もなかった時代に、そういう役になりたいと思って始めた頃っていうのは、美容家さんたちね、要するに美容家って言ってるような人たちっていうのがいました。いましたが、なんていうのかな、こう帽子かぶってね、帽子かぶって、浅くしっていう風なね。まあ、ヒデさんが言う、そのなんか近寄りがたい。あ、そうですね。だから、女優出身とかね。だから、そのなんか帽子かぶって、西洋かぶれすればいいみたいな感じの人っていうのが多かったの。それでね、はい、ちょうど私は戦後、そうですね、戦争が終わった時10歳ですから、ちょうど二十歳の時にこの業界に入ろうと思った時には、戦後10年っていう時ですね。うんうん、だから、その頃っていうのはまだね、どういう人が活躍していたかっていうと、例えば昔の、まあ、江戸時代とかね、明治とかね、そういう時代の女のたしなみ、女のするべき化粧、まあ、けわいと言ったわけですけども、うん、そういうものをそのまま引き継いでる人。
だから女子はこうあるべきですよっていう美容の教えの人と、それからもう一方はフランスではね、アメリカではね、イギリスではねっていうことをいち早く翻訳した人ね。だからむしろ西洋の文化をいち早く私は翻訳したのよっていう人が、こういう帽子をかぶって、格好つけて美容家っていうふうに言っていた。で、そういう人のね、私はゴーストライターみたいなのをやったことがあるんです。あ、その人たちが本に何か取材されたけども、例えば、男のヒゲの歴史とかね、女性のなんとかの文化とかね、そういうね、ことを取材されて、とにかく厚生さん頼むわよ、みたいな感じで、大手、美容家、有名美容家たちっていうのはね、化粧品会社の私のような教育とか研究とかをやってる人に頼って、私は、調べてあげたい。だからね、都風俗化粧伝というね、江戸時代の化粧の仕方、ね、失礼。それを翻訳した人っていうのは高橋正夫先生っていうんだけど、その人が、まあ、翻訳って言ってもほら、昔の日本の、文章を翻訳するんですよ。あれ、私も参加して、やらせてもらったことがあって、本当にね、英語を日本語に翻訳するよりもね、多分難しい。蝶々テズテスっていう時代の、ね、そういうね、時代の美容家っていうのは、結局日本の古い伝統を守ろうとする人と西洋文化が正しいという二つしかなかったの。だから今の日本人とかアジア人とかの顔が欠点だではなくって、いいね、プラスに見るっていう見方をしている人がいなかったんです。だから私が、まあ後にね、ザ・ベストメイキャップっていう本につけたの、書いたのは、人のプラスを見つけるっていう見方が、欠点を見る見方っていうのはもちろんそれが一番主流だったのね、うんうん、人をねコンプレックスで見る癖っていうのはなんでって言ったら、西洋株でしてるから、うんうん、西洋人の顔が正しいと思ってるから。ということは、日本人は平べったいとか、日本人は長いとかね、目が小さいとか、全部欠点に見るわけ。だから西洋人の立体的な小さいお顔の美しい目を持っているとかね。だからブルーのアイシャドウなんていうのは、日本人なぜあんなブルーのアイシャドウが流行ったかっていう。だから西洋人が正しい、日本人はダメということから始まって、人にコンプレックスを植え付けた時代なの。私はそれに反逆したメイキャップアーティスト。はい、わかる？かっこいいです。いや、わかります。もう共感、本当にその、いや、本当にそうだと思います。はい。まあ、僕もだから、20数年前に何が思ったかわかりませんけど、メイクアップアーティストというのはかっこいいって思う人もいてると思いますけど、僕は全く違う業界から入ってきたので、しかも37からですから、やっぱり、どっかでこうチャラチャラした業界と言われたくないし、やっぱりいろんな勉強した時にケワイという心がいいのがあるやんと思って、ケワイ師というのが、ね、で活動しようと思って、それでまあある意味ちょっと差別化できたという部分が、自分のサービスの中にはそういうものがあったと思ってるんですけどね。で、はい、どうぞ。いや、だからてるこ母さんに出会いましたと言いたかったんです。はい、私、ケワイ師って言ってるヒデさんをね、もうそこから私は信用しちゃってるのよ、ヒデさんのこと。というのはね、ケワイっていうのは、江戸時代からその都風俗ケワイ伝を訳すときに、もう実感したのはね、私その時化粧品会社にいましたから、化粧品会社の美容研究所っていうのをやっていたからね、それにも関わった経験ができたんだけども、それこそ本当の美容なんです。ケワイというのは、自分の立ち振る舞いから、自分の健康を作るから、自分を全部装って人様のために見苦しくないようにするとか、もう全部それの家電なんです。もう伝授していく。ケワイ。ね。だから、化粧っていうとどうしても、
厚化粧とかね、何か塗ってごまかすとかっていう風な世界に入っていっちゃうし、それから戦後一番著しく発展したのは化粧品会社だから、化粧品は何がいいの、化粧品を使わなきゃダメよねっていう発想になっちゃってるわけ、うんうん、そうじゃない、そうじゃない、あなたはどういう風に立ち振る舞い、あなたはどういう風に存在するべきかっていうことを教えたのがヘワイなんです、うんうん、ヘワイデンなんです。はあ、これはね、面白いですよ、読んでて、今も私も読んでるんだけどね。はあ、もうね、おかしいのよ、もういい？その話続けていい？もうなんか説得力ありすぎて、今日はなんか放送忘れてしまう、もう、もう全然9時回りそうですけど、やってください、せっかくなんで大丈夫です。先生、いいです、はいはいはい。一旦をね、ちょっとお話しするね。はい、ここ、はい。ね、本当にあの時代の女の人の生き方っていうのは、まあ、今から思えば悲しい生き方ですよね。女だから、はい、その男に媚びてとかね、男の人にもらってもらって人生を作っていくというふうな、そういう視線で自分を装っていたのね。でね、その頃は、着物を着るわけでしょ？だから、着物を着るには、顔が小さすぎてもダメだし、うんうんうん、ね。それからね、目が大きすぎてもダメなの。今と逆なんです。はい、はい。ね。だから、目が大きくて困る人のやり方っていうのが書いてあるのよ、はいね、目がパッチリしてる場合は困ったもんだねっていう話なのよ逆ですねどうすればいいかっていうのが書いてあるのよ。もうおかしいから笑っちゃうわよ。座ったらば、座ったらば三尺、まあ三尺っていうね、尺ね、三尺先を見なさいっていうのよ。目を小さくしようと思って目をすぼめると、シワができて見苦しくなりますよと。だからね、座ったら三尺先を見て、立ったら六尺先を見ようって書いてあるよ。すごいでしょ？だから、低めにしなさいと。それが一番あなたが目が細くて美しい人になりますよっていう教え。すごいでしょ？立ち向きない。やっぱりそういうところ、昔はほら、今でこそまつげもカッと上げたりすることが美ですけど、その当時はこう伏せまつげって、ね、少しこう伏せたりとか、たわわなまつげでこう下向けるっていうのが美でしたっていうことですよね。要はそういう、なるほど。だからそれを受け継いで日本の美しさを世界に発信したのが山口小夜子です。小夜子は一切、ま、カルキを使いません。はいはいはい。まっすぐに下がったのにマスカラをつけます、うんうんうん、そして、ね、パッチリ開けた顔っていうのはほぼないです、うん、必ず七面にします。斜めに七面にするっていうあの仕草ですね。彼女は仕草で美しさを作っていった、うんうん、すごいモデルです。私は彼女に本当にね、彼女に出会えて彼女の顔を触らせてもらって本当に良かったと思っている。すごいですよね、うん、代表的ですよね。だって決してモデルとしてはモデルサイズでもないしモデル顔でもないのよ、うんうんうん、努力です。彼女の研究と努力です、うん、はあ、いっぱい聞きたい話が山ほどありますが、まあちょっと他にもコメントがまた出てきます。書いていただいてるんですよ。手も年齢が出ます。どのようなお手入れ、ちょっと待ってくださいね。他にも、男性の眉の手入れ、私が関わらずさせるにはどうしたらいいですか。容姿に全く主人は興味がなく眉毛ボーボーです、手入れしたら池端さんと結構いい勝負するぐらいいい男なんですねということで、小沢さんですね。小沢さんで、こちらは雅子さんかな。はい、雅子さんの、ご質問ですね。手のケアですかね、まず。はい、うん、私はメイクアップアーティストなので、顔よりも手を大事にします。でどういうふうに大事にするかっていうと、まあ、今はマスクとかも洗うっていうのがものすごく常識になりましたね。で私は職業からものすごく手を洗います。手を洗った後に必ず保湿しますっていうのは、手はなかなかその顔と違ってね、早く皮脂が出ておいでなんて言ってもなかなか出てこない。常に洗う回数が多いから、保護してあげた方がいいっていう部分っていうのは手です、うんうん。だから、
乳液とか、まあ、美容液でも乳液タイプのものっていうのは、私はもう水道のあるところは会社もそうだし、自宅もそうだし、水のあるところには必ず置いている。だから、それは必ず手を洗ってタオルドライしますね。で、その後に必ずつける。で、余ったら顔にあげる。もうね、手、顔、首なんですよ、私の順番は。それが一つ。それはもうずっと、私がその、ささくれてもいけない人のね、モデルさんのお顔を傷つけてはいけないっていう思いからずっとプロとして手を大事にしてきた。だから、これは、誰にでも参考になると思います。でも、年を取っていくと本当にシワもできるしね、シワもできるし、くすみも出るし、それから紫外線、このシミなんかがあったのが、紫外線によって増えていったりするっていうのは、これは否めない、あるんです。ね。でもね、42日あれば皮膚は生まれ変わる。これを信じて、今ね、私手の研究してるのよ。手の研究のためにモニターさん5人のね、もう手に問題が大ありの5人を呼んで、42日間お手入れをしてもらってるの。それから私が開発中の、まあ、ハンドマッサージャーっていう機械ね、これを42日間使ってもらってるっていう研究をして、今ちょうど真ん中ぐらいにしてるかな。2週間ぐらいになってるかな。で、それの成果がすごい出るんです。っていうのは、普段手は顔よりも以下に見てるでしょ、みんな低く見てない、うんうんうん、手は安くていいや、ハンドクリームでいいや、余ったもんでいいや。これが手が反逆してるんですよ。反逆してるんですよ。だから手を褒めてあげて、手をね、可愛がってあげて、まあ最近は私は、たっぷりつけたら手袋して寝るのね。あ、それこそ木綿の手袋ですね。あれをして寝るの。そしてあったかいし、すごく吸収がいいのね。だからそれをするだけで手はね、本当に喜んで、きれいに応えてくれる。雅子さん、聞いてくれましたか？本当に、いや本当になんか説得力ありすぎて、まあ、確かに僕らも気をつけてます。ささくれたら痛いし、爪なんかもそうですしね、モデルさんに当たったら気をつけたらダメだと思いますし、ただやっぱりこう僕もこう男性ですけど、自分の顔は毎日四六時中見れないけど、今テレコさんが言われたように手って自分でこう常に 見えるところにあるから、これが綺麗っていうだけですごくなんかこう美しい自分でいてれるっていうイメージありますよね。はい、確かにね、本当に僕もちょっと今聞いて改めてちょっとこれから手袋して寝てみようかなと思います。本当にね、モデルさんでも若いね、10代のモデルさんなんかは皮膚がまだね柔らかいでしょ。だから傷つけちゃうことってあるんですよ、はいはい、さくれでね。だからそういうふうに手を大事にするっていうのとね、この前モニターさんに集まっていただいてね、その後どうだったっていう、ちょっとこう聞き取りをやったのね。そしたらね、まあ一人料理研究家の人がいるんです。まだ若い30代の人ですが、料理をやってるから、保湿ができない。それから手を洗う回数が多い。それから、料理をやってるとどうしても取材でね、その自分の手を出して、野菜と一緒にこうやるとか、包丁を使うとかね、手を出してくださいっていう時に、もう他の人を使ってくださいって言って自分の仕事を狭めていたっていう人がいたんです。っていうのは手に自信がなかったから。っていうのはやっぱりまあ土仕事もするし、ね、料理研究家って言っても料理をやるだけじゃ下地が大変でしょ、はいはいはいね、だからものすごく手が荒れるし、皮が厚くなるって言って握手するのが恥ずかしいって言ってるぐらいのゴワゴワだったのね。で、それがね、もうね、私のやり方、手入れを教えただけでね、で、そのハンドマッサージも使わせてるんだけど、2日間でね、すごい綺麗になったって言って喜んでる。だから今ちょうど2週間ぐらいになるかな、今は。だからもうものすごく綺麗になって、自分が今まで取材の時に自分の手は使いたくないなんて言ってね、他の人にやってもらっていたけど、本当に恥ずかしい。これからはもうどうぞ自分の手をね、使ってやりますっていうふうに言います。だからこれがやっぱり成功なんですよね。自分を成功させるためには、この恥ずかしいとか引っ込んでる場合じゃなくて、自分が堂々とできる。そういうプロだ。だからね、私がね、
私がメイクアップのプロなのでって言った時に、その人はね、あ、自分も料理のプロだったんだって、もうプロっていう言葉にもう本当に響いたし反省しましたって手紙くれました。へえ、すごい。やっぱり今もコメントでも、やっぱりメイクアップのこのメイクアップの手が命ですねってコメントをね、ちょっと待ってください。千葉さんですかね。はい。顔より手が大事、メイクアッパーだからこそプロだから言えることですよね。千葉さん。千葉さん。千葉さんですか。千葉さん。千葉さん、はい、ね、うん、ね、はい、見ていただいてたんですね、ありがとうございます。はい、雅子さんは受講料倍払いま本当にありがとうございましたということで、はい、ですね、一回この眉の、まあ、男性の眉の手入れは私が関わらずさせるためにはどうしたらいいですか。男性の眉の手入れを私が関わらずさせるためにはどうしたらいいですか。小田さんですかね。全く主人は興味がなく眉毛ボーボーです。そういう人にこそ決め手は1ミリ美眉メイクの本をどうぞ。これはもうね、女性だけと違うと思います。もう男性もね、そういう意識が必要な時代になってきてると僕は思いますし、まあ、僕もこういうこれ本当に、まあ、これ今かなり照明当ててます。そして眉もだいぶ濃い目に描いてるし、白髪も出てるので、こうマニキュア塗ったりしてやってます。それでこれぐらいですこれがなかったら本当にね、ちょっとしたことですけど、このラインがもう見えないぐらいになるんですよね。だから男性の方って結構眉ボーボーの人とか、ちょっと減ってる人とかって、すごく形がこういう三角眉になってる人とかって結構特徴があると思いますけど、ちょっと意識して描くぐらいでね、だいぶ変わってくると思いますよね。そこらお母さんどうでしょうか私はね、男の人は肌と眉、これで変わるっていうふうに思ってるんですね。はい、肌は本当に油がもう出ますから、男はね、女よりも油が出て、でしかも女は枯れていくんだけども、男は枯れない油田を持っているんです。頭も顔も枯れない油田ね。だから油を取り去るっていうことがものすごく大事なの。それだけで随分引き締まる。だから肌はとても大事。それから眉です。で眉はね、ボーボーであるっていうのを生かして、眉の毛流ね、上に行く、眉頭は上に行く、だん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 横に行く、そして合流して線になって、山になって下がる。ね。これが三角であろうと、何であろうと太くていいのね。太くていいんだけども、その周辺の、無駄毛。周辺の無駄毛を、例えば抜く。ね。毛抜きで抜く。男の人って女より痛がるんですが。痛がりますね。私が抜くときはね、痛いですかって言うとね、痛いですって言うのよ。3本目から痛くなくなりますからねって言うと、本当に暗示にかかってね、3本目から痛くなくなるの。面白いでしょ？ね。それは、毛流に沿って抜くとか、毛の根元をきちっと挟んで抜く。ね。それもリズムで抜くってことが大事なのよ。リズミカルに抜くってことが大事なのよ。だけど、小沢さんのご主人かな、男の人は3本目から痛くないからねって暗示に必ずかかりますから、どう、痛い、あ、痛い、そう、3本目からほらね、痛くなくなったでしょって言って、もうほら、雑多な毛ですよね、無駄毛、これを整理してあげるだけでね、もうすっきり、もうキリッとした印象になるとね、もう顔がシャキッとしてね、もうもっとやってっていうことになります。まずは眉毛の上はいじらなくていいから、下。下でラインを作ってあげる。下の無駄毛を、雑草を刈り取るようにする。それで抜くっていうのがね、男の人が暗示にかかりやすいっていう証拠だから。はい、ということで小田さん、はい、岡田さんからも受講料をいただきまして、これで僕の運営費が賄えるもの嘘ですよ、そうですよ、はい、本当にね、たくさんのねコメントをいただいて本当にねありがたい。いや、私もちょっと待ってくださいよ、これ僕もツヤツヤです。はい、ツヤツヤでしょ、ツヤツヤで最近意識してますよ。はい、
でうちのあの神さんも見てくれてまして、あの美容師やってるんですけど、美容師なので手に自信がなくて、ついつい人前で隠したりおトイレをおろそかにしてしまいがちなんですが、明日から大切にしてあげたいなと思いましたということで、はい、いいお話を聞いて、もう夫婦で頑張っていかないとダメですね、手をね、本当にこれからあの手袋をして寝やなあかんということを、はい、思いました。ありがとうございます。自分でもこれは、自分で、やりたがるので伝えます。はい、ぜひぜひ、はい、自分でやった方が痛くないと思います。これ人にやられるから痛い痛いっていう男の人は言うんですよね、多分ね。はい、いうことで、まあ、あの時間もねちょっと10分待ったんですけども、てこ先生、最後にね、あの、まあ、あのちょっとこれ僕も運営している特権としてですけども、あの今よく今日もたまたま言ってたかな、 XYZ 時代っていうかな、なんかこうテレビを見てる時代、まあ僕らの時代っていうか、年、まあ、ある程度年齢のいった人で、であと30代40代の人 Z 時代だったかなんか忘れました、あの YZY か Z かは Y か X かなんかあって、最後に10代が Z 時代って言われてるんです。で、 Z 時代っていうのは多分この JMA の方も多分たくさん見られてると思うんですけど、要はテレビは見ない、もう今はもう携帯スマホと SNS だけでこうあの生きているみたいな人 でそういう方々がですね、実は今もう社長としてなんか起業していきたいという人がどんどん増えてきたらしいんですね。でそういう流れを見てて、僕はちょっと、僕のその年齢56ですけど、てりこさんは学校を作られたじゃないですか、その美容学校、しかもそのあのこれを高等学校、それをですね、作られた時の、まあ、きっかけというか思いというんですか、かなりそのいろんなエネルギーを感じられて作ったと思うんですけど、そこをちょっと今これバラをちょっと上、青山ビューティー、青山ビューティーで、青山ビューティー学院高等部、はい、これのそうです、ここのね、その思いをちょっと最後にねちょっと聞かせしていただきたい。これはなぜかというと、その聞いていただいたお母さん方も多分ね参考になると思います。はい、あのそれとってもその話をさせていただくのはもう思いがけないことですが、とっても嬉しいことです。うんうん、私は75から高等学校を始めました。でこれはね、あのプロを育てる学校っていうのは、私はメイクアップアーティスト、ザ・ベストメイクアップスクールとか、今、フロムハンドメイクアップアカデミーとかね、そういう名前でずっとやっています。でこれはもう本当にあのどんなメイクアップでもできる、舞台のメイクアップでもできる人、それから一般の人にできる人、それからあの医学と連携したような美容がねできる人、それからマッサージとか何かができる人っていう風な幅広いトータルビューティーのプロを育てるっていう学校をずっと長年やっていると、そこに中学からいきなり入りたいっていう子がいっぱいいたんです、今までも、うんうん、ね、それから高校からいきなり入りたいけども親がどうしても大学に行けっていうので、うんうん、親が許してくれないっていう人もいっぱいいたんです。でそういう長年やってる中でね、私は高校出てからいらっしゃい、または大学出てからいらっしゃいって言っていたんですが、その子たちが高校出てから来る、大学出てから来るっていうと、あの本当にね、摂食障害っていう、拒食症とか過食症とかっていうのがありますね、精神的に、うんうんうん、そういう風になって、もう、あの時のあなたっていう風に言うぐらいに変化してくることがあるんです。これはね、自分の行きたい道に進めない、親の言う通りに生きた証拠なんですが、そこですごくあの落ち込んで、だから、ああ、もっと早くね、この人を入れてあげればよかったっていうことがとっても多くありました。で、世の中を見回すと、中学で学校に行けてない子、高校で行けてない子っていうのは何かって言ったら美意識の高い子なんです。うん、自分の髪を染めたとか、うんうん、自分が化粧しちゃったとか、それを先生に咎められて行く場がなくなって引きこもる、または暴れちゃう、学校に行かなくなる。でそういう子たちの方が美意識が高いんです。でなぜ高校でね、3年間15から18っていうね、本当につぼみから花が開く期間ですよ。ホルモンで言えばホルモンのアンバランスからバランスが取れて最高に何もしなくても美しくなる18歳を迎えるこの3年間になぜ美意識をなくさなきゃいけないのかでしょ。そこで制服を着てね、髪の毛は束ねてね、学校の先生が言うように振る舞った人っていうのは夏休みに大暴れするでしょ。で9月1日には黒髪に戻して
何事もなかったように行くでしょう。これって二重人格を作る学校じゃないですか。うーん、ね、認識を止めて、はい、でせっかく大事な一番綺麗でそのままで綺麗な時にいろんなことをおしゃれ解禁でめちゃくちゃをやる、これはものすごい美容家としてはもったいない景色なんですね。そこで私はね、そういうことを振り返ると世の中に引きこもりが多い、ね、それから学校不登校が多い、でこれはね、美意識の高い子ほどそうなるんだ。今うちの学長関野里美って言うんですが、はいはい、彼女そのものがもうまさにその経験者なんです。あ、だから私が学校高校を作るときに誰よりも賛成してやりましょうってやらせてくださいって言ったのが今の学長になった関野里美です。彼女も美意識が高いがゆえに高校に正門から入れてもらえなかったっていうね、そういう経験を積んでいて、だから理想の高校を今作ってるので、これはね、池田さんね、私も本当にびっくりするんだけども、今うちの高校っていうのはようやく10年経ちました。私が75から始めましたからね、10年経ったら結局は10年、まあ、8年間かな、7年間卒業生を出した、はいはい、でその子たちがどんな風にまあ、生き生きと優秀で、そのうちの学校ね、それこそ学校に行きたくない子が来てるのに、もう毎日でも来たい、夏休みなんかない方がいいっていうぐらいの学校になってるんですが、それをね、親の理解、学校の先生の理解が始まって、今ね、まさにこのコロナ禍の中でですよ、説明会とか体験会もあんまりうまくできていない時期に、うちの学校に体験会で来た人の 99% が入学してるんです。すごいですよ。だから今生徒を集めにくい時代ですよね。はいはい。本当にね、募集するのにお金もどこにお金かけていいかわからない時代ですよね。なんとうちの青山学院ね、ビューティー学院高等部は、なんと半年間で1年分集まっちゃったんです。だから帰って入りたい人が、もうね、早く入りたいっていうような感じに今なっているっていう状況。うん、今日も大家さんにね、もうワンフロア貸してくださいなんて言って、今時ね、レセプションの方が多いのにワンフロア借りたいなんて言ってたのは、びっくりされましたけども、そんな状況。ということは、ようやく10年目にして世の中が理解してきたということですね。15歳の子の方が感性が感覚が素晴らしいから、その子たちは最初から行きたいんです、うん、もう高校とか大学飛ばして行きたいんです、だけど親や学校が反対していたんです、うんうん、でそれがこういう時代にはそれこそ大企業に入るとか大ね有名大学に入るのが夢じゃなくなりましたね、うんうんうん、だから子供の行きたいところに行きなさいになってきたんです、うんうんうん、すごいでしょ。わあ、いい話。やっぱり、うん、ちょっと聞きたかった、ずっと今までもこの、ね、流れで聞ける機会が少しなかったので聞けてよかったですよ。僕本当にだからその若い10代の方々と その接触する時間も、やっぱり多いから、その感性が常に新しいなと思ってたんですよ。そのビファインもそうですし、そのジェイマンもそうですけどね。でやっぱりその今話聞いて、その思いがねやっぱり伝わってきてね、なんかちょっと感動してフルフル今してたんですけど、この間からもそのゲストの方々にその子育ての話の中で、今の子どもさんも普通の学校に行かずに自分のしたいことのする、まあ、学校があるらしいんですね。そういう話をついこの間もねしてたばっかりだったので、まあ、そういう選択肢がやっぱり子どもさんの中で増えて、親がそれを認めてやりたいようにしなさいっていうような、こういう考え方のある親にどんどん変わってもらいたいですよね。こういう成功事例がねどんどん増えれば本当にいいなと思います。は広告もあんまりしていないから、はい、探し探しでうちの学校まで来てくれた人は親が必ず来ますよね、うんうん、親が入りたいって言うんです。こういう学校がなかったって、だから親が入りたいっていうぐらい、だから 99.9% 入学するっていうことは、
そこでもう即決したい、結局反対する人がいないということですね。あ、近年その傾向があって、おかげさまで本当にいい生徒がとっても集まっているっていう。あ、そうですか。いやまあ、いい話最後に聞けてよかったです。いや本当に長いことも今日は難行の難行でしたけども、まあね、今日聞いていただいている方、その美意識の話もあったし、この今のその若い方々を応援していく時代の、僕らの年代は特にそうなんですけど、やっぱり50代60代責任があるなと思ってて、やっぱり自分たちも楽しみながら、その子どもさんをどうしていったらいいかということもやっぱりもちろんね、使命に、としてあると思いますんでね、すごい参考になったと思います。で最後ですけど、本当の最後の最後で、ちょっとお願いしていいですか、テク先生。はい、もう最後は先生でお願いモードに入りますが、このご覧になってる、その日本女性の元気にする会の日本の女性に向けたメッセージで、何か一言、そのまあ40代、50代、60代の方が多いかと思います、僕のこのグループはですね。で、そのジェイマのグループの方とか、20代、30代の方もいらっしゃいますけれども、トータル的に今の日本の女性を、元気にするという意味での最後の、メッセージとして何か一言でもあれば、はい、お願いします。はい、女性は目の前のことを一生懸命やるっていう傾向があります。ですから目の前に起こることを、例えば、自分のホルモンが一番最高にある、ね、20代後半から30代40代ぐらいまでっていうのは抱え込んでいっぱいやるから、できるような人になるんです。できる人になるんです。ね。だから、自分が抱えてできる人になるってことは、自然にやっていれば、そうなっていくっていうことです。だから、あとは、どういうふうに人を育てるっていうかね、同じことができる人を増やす方が、チームでできる。だから、部下を育てるっていうことも必要。それから子供を育てるっていうのも、やってあげるではなくてね、やらせる。ね。やってあげるぐらいにできちゃうんです。だから誰にも任せないで自分がやる方が早いとか。だから旦那さんがお料理手伝うよって言ってもいいわよ、もうあなたがやるともう大変だから。って言って自分で抱えてやってしまう。だから男はなかなか料理ができない。だけども、男が料理をやったらもう徹底的にやるから、うまい。だから、そういう才能をどんどん見つけて、家族も、後輩にも、仕事を与えてやらせるようにすると、もうこれはもう、ものすごいチームでできる。私は演劇から、この世界に入りました。ですから、演劇というのはそうなんですよ。全部いろんな役がいて、ね、意地悪な役もいたり、王様がいたりね、家来がいたりね、もう、いろんな役があって、その役が開いているほど楽しいじゃない、演劇って。ああいうチームなんですよ、チームワーク。これができるように、一人が何でもできるではダメなんで、これをねやっていくとね、今のそれこそ高校生とかね、中学生なんていうのはものすごくできるんです。今ね、さっきほら井口さんがこのセットを、ヒデさんと一緒にやってくれたでしょ、で、はい、インシャが、どうしようかなと思ってるときにね、うちの学校、この、ここが6階なんだけど、5階に学校があるんだけどね、学校の近くで一番若いのが、まだ20歳かな、20歳の子が一番できるから、今、まだ学校に残ってるから、その子呼べばすぐ何でもできるわよって言ったんですが、本当に若ければ若いほどできることいっぱい持ってるの。だから今の若いものはっていうのは、昔の江戸時代からずっと今の若いものはって言われてきたんだけども、今こそ今の若いものの方が使える、この時代今の若いものの方が使えるね。だからそれを使ってあげる。そして古い人間しかできないことっていっぱいあります。日本の古い文化の中にいろんな人に対する思いやりがあります。それは経験した人が教えてあげればいい。その交換です。若い人の方ができることっていっぱいありますから、それをどんどん活用する。そうすると、このね、未来っていうのはもっともっともっとすごいものに、と思います。女の人はできるんだから。できるのはもっともっと他の人に振ってあげて、自分がもっと上に行きましょう。これが日本の女の人の元気を作る元だと思います。
女の人の総理大臣を出しましょうっていう会を私はやっています。へー、すごい。日本の、そうなんですか。そういう会があるんですか。アマテラスアカデミアっていうのをやっています。はあ。若い女性をいろんな分野から、ね、集めて、はい、一分野から一人ずつ15人ずつ10年間やります。今まだ2年目です、ね、だから10年間無料でその人たちが学べるようなことをアマテラスアカデミアっていう名前でやっています。ただし年齢制限があるから、ね、女性であるってことと年齢制限がある。25歳から39までの女性です。はあ。その中から総理大臣になるっていう決意をしてる人が3人ぐらいいるからすごい。何十年後は楽しみですよ。はあ、本当ですね、うん、いやもう本当に今日は貴重なお話を25分もすいませんオーバーしてしまいましたけど、まあでも、もうそのもう何とも言えない本当に贅沢な気分でございました。本当に皆さんもね見ていただいた方本当に今日は良かったですね。もうこれ無料で聞ける話じゃないないわね本当にありがとうございました。本当夜遅くまでぜひこれ動画でですねちょっとまた編集して見ていただいてない方はぜひねこれ僕をお届けしたいなと思います。いろんな本当に、たくさんのね助言と勇気元気をいただける、ね、メッセージがたくさんありました。で僕はこの青山ビューティー学院のありがとうございます。この本もぜひぜひ。ですとっても説得力がある。さすがやっぱりねヒデさんすごいです。文章力もいいけれども内容が素晴らしい。本当にねこれは女の人に対する愛情をものすごく感じます。ぜひ読んでください皆さん。ありがとうございます。本当に心強いもう、ね、本当にねいつもこうやって帯を見るだけで癒されるんです。もうそれだけでね、僕本を見てて帯に映ってるねてる子母さんのお顔を見てるだけで元気が出るというね、まあ、こんな贅沢な本をしがにできたっていうこんなねありがたいね本当に幸せもんでございます。ありがとうございました。でもう何よりも今日はね1時間半もね、こんだけ熱いメッセージをいただきました。皆さんねで一緒に楽しんでいただけたと思いますんで、はい、今日はこちらも水野さんと優子さん私1万円送るから池松さんの方にヒデさんの方に必ず振り込み先お願いします。すごい。じゃあぜひこのメッセンジャーで振り込み先をはい、今の2名の方を教えてくださいね。送ってくださいね。すぐにね忘れずに送ってください。はい、いうことで本当に有言実行でもうなんか嬉しすぎて特典が2万円って出ましたありがとうございました本当にね。はい、いうことで皆さんね今日も、素晴らしい元気の出る放送だったと思います。はい、また来週もねぜひ見てください。天狗先生本当にありがとうございました。こちらこそヒデさん、はい、夜遅くまでありがとうございました。また井口さんもいらっしゃると思いますけどお気をつけて帰ってください。ありがとうございます。